アレクサンドルーポリ。アレクサンドルーポリは、ギリシャの地方の都市である。現在は東、マケドニアトラキア地方に属する基礎自治体、ディモスの一つであり、エブロス県の県都である。アレクサンドルーポリは、ラテン語系で、アレクサンドロポリスとも称されるが、この地名はこの都市が、ギリシャ王国領になった後の1920年、国王アレクサンドロス一世にちなんで名付けられた。 比較的新しいものである。トルコ語やブルガリア語では、デデアーチと呼ばれる。アレクサンドルーポリは、エブロス川のデルタ地帯の約 14.5km 西に位置し、トルコとの国境から約 40km の都市である。また、約 300km 離れたテッサロニッキとは新しく建設された、エグナティア高速路で結ばれ、アテネからは約 750km 離れている。 郊外には漁村が存在し、西にはマクリ、リケラ、東にはアンテア、アリスティノ、アイシミ、キルカスといった村がある。人口は2001年の国勢調査によると、主要部では48,885人、地方部では52,720人であり、アレクサンドルーポリ都市圏の人口は約7万人であろうと見積もられている。この都市圏は、 エブロス県の南西部に位置し、東西に約4 0トルと細長い形であり、面積は6 4 2 2 4 5 k ルで、ギリシア国内で4番目の広さである。アレクサンドルーポリ都市部の他の村は、マクリ、820人、アバス、497人、シコラキ、309人、アイシミ、289人、ディレカ、288人、 アレクサンドル・ウポリンの歴史は19世紀に遡る。長い年月、対岸のサモトラキ島からの漁師の着陸地点として利用され、デデアガチ、ギリシア語、デルタイプシロンデルタイプシロンアルファーガンマタウ、ディディガッツ、トルコ語、ディディオムスとして知られていた。これは、トルコ語で、デデが、おじいさん、アガチが木のことであり、おじいさんの木を意味する。この名称は、 ある聡明なイスラム像がその地の木陰で生涯を過ごし、その木の下に葬られたという伝説に由来する。その後、オスマン帝国の近代化事業の一環として、オーストリアイコールハンガリーの技術者により、イスタンブールとマケドニア地方の主要都市とを結ぶ鉄道を建設する際、最小さな入植地として発達し、やがてデデアガチという漁村となった。デデアガチは、ロト戦争。 1877から1878中に、ロシア帝国軍に占領され、ロシア軍人が入植した。ロシア軍は、軍隊が素早く移動できるように、町の街道の幅を広くすることに重点を置いて、都市側を行った。この際、街道を平行に敷き、行き止まりをなくしたために、当時のオスマン帝国下の町の特徴である、狭い路地や、 石畳の街道、行き止まりといったものは、デデアガチでは見られななった。デデアガチは、終戦後に再び、オスマン帝国の統治下に戻ったが、ロシア軍の一時的な駐在は、アレクサンドルーポリの街道の外観に影響を与え続けた。デデアガチは、鉄道駅の建設によって、集落から町へと発展し、19世紀の終わりには、小規模な交易中心地となったために、 パシャの行政管理地域となった。オスマン帝国のデデアガチの支配はバルカン戦争まで続いた。1912年8月にデデアガチの町と鉄道駅がギリシアと同盟を組んだブルガリアに占領された。しかし、第1次バルカン戦争ではギリシアとブルガリアは同盟を締結していたが、第二次バルカン戦争では敵対したためにデデアガチは1913年7月11日に ギリシアに占領された。ギリシアの占領は短期間に終わり、1913年8月10日のブカレスト条約でデデアガーチは他の西トラキア地方と共にブルガリアに属することになった。第一次世界大戦でブルガリアは同盟国に敗北し、1919年11月27日にヌイー条約で西トラキア地方をギリシアに割譲した。しかし、 ブルガリアが、英華界経由で輸送できるよう、デデアガチ公の使用権は持ち続けた。1920年5月14日には、ブルガリア英兵からギリシア英兵への交代が行われた。その後すぐ、ギリシア王アレクサンドロス一世が盛大な祝福の中、デデアガチの町を訪れた。これを祝して、デデアガチはアレクサンドルーポリと改名した。起土戦争。 1919年から1922年でのギリシアの敗北によりギリシア軍はパンガロス将軍の指揮下で東トラギア地方からアレクサンドルーポリ地域まで撤退したブルガリアはこの機会にアレクサンドルーポリをブルガリアに割上するかどこにも属さない中立地帯にするよう要求したがどちらもギリシアに拒絶され国際連盟の支持も得られなかった 1923年7月24日には、ローザンヌ条約により、西トラキア地方とアレクサンドルーポリは、ギリシアの支配下に留まることが確定した。ブルガリアにアレクサンドルーポリ港の使用を許可していた前の、協定は執行していたために、ギリシアの首相スティリアノス・モナタスは、二国間の関係を向上させるために、協定の更新を試みたが、失敗した。 第二次世界大戦中、ブルガリアは西トラキア地方を得るためにナチスドイツとの同盟を履行した。アレクサンドルーポリは1941年から1944年にかけてブルガリアに占領され続けたために建物は損傷し人口は減少した。しかしギリシア内戦による被害が最も大きかった。アレクサンドルーポリのギリシア民主軍は少なく、 統率が取れていなかったために、結果として、この地域での大きな戦闘は行われなかった。その後の平和により、アレクサンドルーポリは、1951年には16,332人の町であったが、1981年には35,999人の都市へと成長した。2007年7月下旬には、山火事が発生し、 アレクサンドルーポリ北部の愛しみが被害を受けた。また、その数日後の8月6日にはまくり、リケラ近辺の集落が豪雨による洪水や橋の崩落などの火を受けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。